ザイド派はイスラーム教シーア派の文派の一つ。他のシーアと異なり、イマームの決統よりも勇気と行動力を重視する。ザイド派は歴史的にはアリーの総尊ザイド、ブンアリーに忠誠を誓った者たちの党派である。ザイドは740年にウマイヤ朝のカリフ、ヒシャームブンアブドルマリクに対してクーファで反乱を起こしたが数日間で鎮圧され処刑された。 その後にザイド支持者たちが形成した党派がザイド派である。ザイド派の思想はカスピ海南岸地域、イエメン、マグディブといったスンナ派、イスラーム帝国の周焉に広まり、中央に対抗する地方政権を支えるイデオロギーにもなった。西暦680年のカルバラーの惨劇後、熱狂的なオヤアリー勢力の一人、ムーフタールアイコールサカフィーは、 ハサンやフサインのイボテであるムハンマドブナアリーを擁立して、親アリー勢力を軍営都市ファに急合し、真っ赤におけるイブンズバイルの反乱のすぐ後に、シリアを根拠地にするウマイアケに対して反乱を起こした。ムフタールの軍は一時、バスラを除くイラク中南部をすべて抑える勢いで、あったが、フサインの地の復讐といった、当初の目的を達成すると力を失い、687年に、 平定された。ムフタールの支持者は、解散派と呼ばれ、預言者ムハンマドからアリーに受け継がれた、宗教的カリスマが、その暗殺後、ハサン、フサイン、ムハンマドへと受け継がれていったとした。しかしながら、その後を誰が受け継ぐかという問題をめぐって諸派に分裂した。他方で、フサインの息子たちの中で唯一人、カルバラーの惨劇後も生き残ったアリー分フサインは、 上日のような第二次内乱期中、マディーナでイント遁ン生活を送っていた。ザイヌル・アービディーンの息子たちの中には、ムハンマドとザイドの二人がいた。バーキルが政治から距離を置き学級生活を送ったのに対し、ザイドは積極的な政治参加を施行した。ムフタールの乱鎮ンン圧後のクーファでは、解散派所派がまだ活動を続けていたが、 それらも含めた親アリー勢力の人々の間では、アリーの後継者として、ハサン家の男子を押す声が高まっていた。ザイドは、そのような状況下のクーファを訴訟のために訪れた。そして、クーファのための一部の指示を受けて、ヒジュラ歴122年サファル月に放棄した。しかしながら、その動きは事前に、ウマイヤ朝のイラク総督の察知するところになり、 法器は数日のうちに鎮圧され、ザイドは捕らえられて処刑された。スンナ派、ハナフィー法学派の学祖、アブーハニーファは、ザイドの放棄にこそ加担しなかったものの、その主張には賛意を表明し、ザイドに資金援助も行った。ザイド派は、他のシーアと同じく、イマーマを重視する。一方で、アリーの子孫ならば、誰にでもイマームたる資格があるとする点で、他のシーアと異なる。 また、イマームの無臨性を否定する点で、現代のシーア派最大多数派である十二イマーム派と異なる。法学理論に関しては、ザイドブンアリーが残した、マジュムーアフィークフに記載された教えに従う。ザイド派のフィークフは、ハナフィー学派に似ている。進学理論に関しては、ムータズイラ学派と全く同じではないが非常に近い。両派の間には、 イマームの権威を認めるか認めないかという違いがある。以外にそう点は少ない。シーア派の中では、非常にスンニ派に似ている。なぜなら、ザイド主義はスンニ派の学者と教理と、法理論を共有するからである。信仰に関しては、ウマイヤ朝が暴政を行い堕落しているとして、反乱軍を率いたザイド、ブニャリーこそがイマームを継ぐべき正当者だと信じる。ムハンマド・バーキルは、 政治的な行動を起こしておらず、ザイドに従った者たちは、真のイマームは堕落した支配者と戦わねばならぬと、信じた。ザイド派は、フサインブンアリーの孫、ザイド・ブンアリーとその子孫をイマームとして認める。この点、第四代政党カリフアリーイブンアビーターリブと、妻ファーティマとの子孫のみを正当なイマームとみなす、他のシーア派の大多数と異なる。 9世紀から10世紀タバリスターンのザイド派政権、アラビー朝の勢力範囲、ザイドの放棄の際、積極的にこれを支持したアブル・ジャールード・ハマダーニーの神学理論は、当時のク空派で支配的であった、ムータズイラ学派の論と異なり、決定論的であった。また、アブーバクルやウマルの正当性を認めず、この点でもザイド派の主流とは異なり、彼を支持した一派は、ザイド派における、 最初の分派になった。後に、タバリスタン地方やヤマアマ地方に浸透した、ザイド派は、このジャールード派であった。アラビー朝は、ザイド、ブンアリーの子孫とされるハサンブンザイドをアミールとして、864年に、タバリスタンのデーラマーンにおいて自立した政権である。928年にスンナ派のサーマーン朝により、アミールが殺されるまで続き、約40年後にギーラーン地方で、 最高、1126年まで続いた。タバリスターン、ギーラーン、ダイラムの在ド派政権は、サファビー朝初期まで続いた。8世紀から11世紀マグリブの在ド派政権、イドリース・アサの勢力範囲、モロッコを中心にしたマグリブに成立した、イドリース・アサは、ハサン家の一人、イドリース・ブン・アブドゥッターが、ベルベル人の支持を得て建国した。ベルベル人の一部族、 ハンムード族によるハンムード朝は11世紀イベリア半島のアンダルシアに軍拠したターイファ諸王朝の一つでマラガを40年ほどの間支配した。マグリブのザイド派政権はジャールード派ではない。9世紀から11世紀アラビア半島中央部のザイド派政権ダウラウファイディリアの勢力範囲。ザイド派のコミュニティは893年にはイエメンに ラッシー城を築いた。イエメンのイマームは1962年のイエメン王国崩壊まで継続した。ザイドハブ総組織風刺は2015年1月イエメン政府の実権を完全に掌握した。シーア派主要分派の系統。ありがとうございます。